ダグロジャースはカナダ連邦のバスコシア州トゥルーロ出身の柔道選手。階級は重量級。身長190センチメートル。体重111キログラム。15歳の時にモントリオールの YMCA で柔道を始めた。1960年にはカナダから行動館に柔道修行に来てメキメキと力をつけ始めた。 1964年の東京オリンピックでは、重量級に出場すると、決勝まで進んで、井の熊勲と対戦するが、場外で無効になったものの一本背負い投げで、投げられるなど優勢に試合を進められて、判定負けするが銀メダルを獲得した。1965年になると、拓殖大学と兵庫県警との2週間の合同合宿に参加して、1日8時間の、 猛練習にも耐え抜いたことで自信をつけたことにより、東京オリンピック前に、イノクマ対策を伝授されていた、木村正彦をしたって、拓殖短距離大学貿易課フランス語り部に、入学することを決めた。入学するなり全日本学生柔道、優勝大会東京予選で、拓殖大学の初優勝に貢献すると、全日本学生柔道優勝大会では、決勝で、 明治大学の選手相手に一本勝ちするなど、オール一本勝ちの大活躍で、拓殖大学の初優勝に大きく貢献することとなった。この際に、先生に会わなかったら、僕はオリンピックの時から全然強くならなかったでしょう。僕が頑張れたのも先生が親切に教えてくれた、おかげねと語った。さらに、リオデジャネイロで開催された、 世界選手権に出場するが、重量級では、予選で、松永光雄に判定で破れるものの、敗者復活を勝ち上がって、準決勝で、オランダのアントン・ヘイシンクと対戦するが、一本負けを、喫して3位にとどまった。無差別では、オランダのウィレムルスカを判定で破るなどしたものの、こちらはメダルを獲得できなかった。その後、航空会社のパイロットになるため、カナダに帰国した。 1972年民編オリンピックには重量級と無差別に出場したが、かつてのような厳しいトレーニングはすでに積んでいなかったものの、共に5位となった。カナディアン航空のパイロットを引退してからも、自治地域の柔道大会に顔を見せていたという。2020年7月20日に死去。79歳没。今まで多くの有力外国選手が行動感で、 修行を積んだが、いろいろな相談や悩みを打ち明けた選手は、ロジャースただ一人であったという。さらに、オリンピックで優勝したら、吉永さゆりに会うのが夢であったとも言う。ありがとうございます。